こんにちは、中村太一です。こんにちは、鈴木はじめです。さあ、9月10日から記事編入試験始まります。はい。挑戦するのが西山女流。はい。お二人とも交流がある。はい。私は VS をやってもらってましたよ。数年前まで。はい、おお。私も、はい。あの、将棋を教わる機会がありました。おお。はい。ということは、お二人とも西山さんの性格については、当然ご存知。もう分かってるつもりではありますけど。まあ、さすがにね。まあね。ということで、今回は、こちらをやっていきたいと思います。現代文読解国語国語、まあ、夏なので。夏だ何が関係あるの、ね、夏と現代文って何か関係あるっけ日本のね、学生たちが夏期講習をやってるわけですよ。まあ、頑張ってるね。受験生応援してますからね、我々ね。ね、我々ね。そうだ。西山さんも受験をすると。あ、そうだ。そうだ。つながってる。つながってますね。あ、つながってる。あったさまたま、本当に。あ、そう。ということで、我々も。つながってんじゃん。テストをしようかな。いやー、現代文？嘘でしょ？今日は現代文のテストをするんですが。はい。するんですが、よく入って入れたね。現代文。現代文。入って入れたね。うん。今回、課題図書が一冊あります。はい。はい。今回はすべてこちらから出題します。ああ、西山先生の5本、ご著書じゃないですか。こちら2年前に出版された。ああ、内容は自戦記ですね。おお。指し手にこの時何を考えていたとか書かれているので、当然お二人なら穴埋め当てられると思います。さすがにね。すごい。いやー、読んだよこれさ。しこんなさ、普通の現代文読解はさ、湿気に出てくるやつ読んだことないのは普通だけど、これ読んでるべきだもんね。まさすがにね。読んでるべきだもんねって言ってるうちで読んでないことがバレちゃって。やばい。今回はこちらから現代文を紹介しますので、作者の気持ちを考えて話していただく。なるほど。面白い。面白い。西山さんになりきってね。うん。わかりました、西山さん。いや、でも、西山さんの気持ちはわかる気がするぞ。ほんとか？ほんとか？今回全10問あります。はい。で、もう、挙手して、はいはい、もうどんどん当ててください。はいはいはい。何回回答しても OK です。はい。OK です。で、大体意味が合ってたらもう丸に。はいはいはい、了解です。では大丈夫ですか。はい、大丈夫です。気は入ってます。ではいきます。第1問。おっ、図面を見て文章もう問題だね。中飛車ではのような指し方もあり、こんなことができたらかっこいいんですが、私は何。中飛車では、はい、どうぞ。 A でいいですか。A、中飛車ではオラ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 できて暴れる指し方もあり。だってしてるじゃん。 B じゃない、どちらかといったら。中飛車ではバランスを取るような指し方もあり、そんなことができたらかっこいいんですが、私は攻めることしかできません。失礼しました。あ、私は攻めることしかできないと思ってんだ。ちょっと待って。図面見てないじゃん。あ、そうだ。そうだ、図面があるよ。そうだ。中飛車では受けに回るような指し方もあり、そんなことができ、違う、かっこよくないもんな、そんなことができたら。中飛車には受け方が、中飛車が受け方、そんなかっこいいんですか。中飛車では派手に攻めるよう、ん、違うな、中飛車ではような指し方で、中飛車では丁寧に指すような指し方もあり、そんなことができたらかっこいいのですが、私は暴れん坊です。私は B から行こう。私は中飛車では丁寧な、そんなことで企画で、私は丁寧どうしても攻めたくなっちゃうんです。いや、ちょっと私たちがちょっと概念が間違ってるから。中飛車では中央突破を目指すような指し方もあり、そんなことができてるかっこいいんです。私はどうしても7筋から戦いを起こしてしまうんです。薄全然ダメだよ。中飛車では、じゃあ、はい、中飛車では丁寧に指す指し方もあり、そんなことができたらかっこいいのですが、私はそんなことはできません。あ、中飛車では飛車角を使ってさばくような指し方もあり、そんなことができたらかっこいいんで、あ、な、かっこいいんですが、私は銀を前に繰り出していくのが好きなんです。おー、これ来たと思ったけどな。中飛車では左桂馬をさばくような指し方もあり、そんなことができたらかっこいいんですが、私は力で押していくタイプなんです。
あ、はい、中見車では裁くような刺し方もあり、そんなことができたらかっこいいのですが、私は力でいきます。ちょっと待って、ちょっと待って中見車ではカウンターを狙うような刺し方もあり、そんなことができたらかっこいいんですが、私は自ら動いていくのが好きなんです。惜しくもない全部今のところかすってないです。嘘。ちょっと一回かすってない。 A から考えよう。中身者では何やねんのような仕方もあり、中身者で今図面も見えてるわけだね。そうだよね。で中身者では抑え込みを狙うような指し方もあり、そんなことができたらかっこいいんですが、私は切り合いを目指すのが好きなんです。あ、でもなんかいいとこ言ってると思うよ。抑え込むぞってしてるんだよ、2枚銀で、うん。中見車では、うん、中見車では抑え込むような刺し方もあり、そんなことができたらかっこいいのです。でもかっこよくないよね、抑え込むって、ね。まあそうか。だから中見車では軽く、裁く違うでしょ。中見車では軽く裁くような刺し方もあり、そんなことができたらかっこいいのですが、私は押していきたいんです。この図面でしょ。この図面と関係ある、すごく関係ある。この図面は関係ある。関係ある。おお、中飛車では相手の攻めを無視するような指し方もあり、そ相手泣いて飛車では、中飛車ではかっこいい指し方って何。砂漠じゃん。砂漠だよね。砂漠とか攻めるとか。攻めるだよ、ね。だから攻めれないと思ってんじゃん、自分のこと。分かった。中見車では攻めるような指し方もあり、そんなことができたらかっこいいのですが、私は気が弱いのでいけます。自分のこと攻めてたと思ってないっていう。そうそう、まさかのね。まさかのパターンあると思ったんでね。中見車では固めて裁くような指し方もあり、そんなことができたらかっこいいんですが、私は薄い玉で戦うしかできないんです。あ、起きた？ちょっと来た。ちょっと似てんだぞ。中飛車では玉を固めて刺すよう、中飛車では固めてさばきを狙うような刺し方もあり、そんなことができたらかっこいいんですが、私はすぐ薄くなっちゃうんです。お、私は薄い玉、どうしても薄玉が薄くなってしまうんです。じゃあおまけで。おまけでやっと近くにたどり着いた。え、なんだろう。あ、でも確かに薄い玉だ。まず A から見ていきましょう、はい、あ、戦いの中で左金を玉にくっつけた。なるほどね。その戦いを起きて最中に金くっついて硬くなっていくみたいな、確かにかっこいいか、うん、私は浅いじゃん。ダーチキンと上がります。あ、バランス、バランス重視だね。確かに、うん、確かに言われてすごく性格気づいてなかったな。そうか、そういうタイプなんだな。あ、でも左金を玉にくっつけていくのはかっこいいと思ってるんだね。おお、じゃあ西山さんにモテたかったら、こう左金もこうくっつけて振り飛車党の方はね、振り飛車党の方は、ね、みんなね戦いの最中、戦いの最中にこう褒められるかもしれない。確かに大事も、それ大事です。よしちょっとおまけ正解で、よし第2問。お、これは短いです。あ、ここでの私のおすすめ、はい、はい、俺だね。はい、ここでの私のおすすめは角交換です。よっしゃ。いや、俺もそれだったな。22かじゃないですか。いやと思った。イエーイ、嬉しいぜ。やったやった。でも確かに22かくなり、なんか分かりやすい指し方になるね。なんか好きそうなイメージ、うん、すぐ角交換バーンってやったよね、うん、いや、これ取られた。レイモン、はじめさん正解でした。続いて第3問。お客さんの銀太鼓にするのがいいと思う。銀太鼓にしとくといけないことはありませんし、振り飛車の経験値が生きる展開になりやすいのです。ほう、何々でした。すごいと思う。難しいね。振り飛車との経験値が生きる展開になりやすいです。私も銀太鼓をするまでは超速三七銀が一番嫌な戦法でした。いや、では、はい、本局は、ああ、そういうことか、うん、本局は角交換をしたい気持ちでした。
なるほどね。小学校の銀体コネシの前。今回ね、でしたね、経験値が生きる展開になりやすいです。あ、そっか。あれ？あ、もう銀太鼓になんないのか、これ。そう、銀太鼓になんないですよ。あ、なんないんだ。それがね。確かに。そっか、そっか。4二銀、4六銀、5三銀じゃなんないんだ。だ本拠が違うんですよ。そっか。ただし、いつも、あ、ただし、本局は新しいことにチャレンジしてみたい気持ちでした。でも銀太鼓だ。本局は、チャラチャラしたい気持ちでした。4二銀、4六銀。こう3銀なんないんだよね。あら、本局はさばきを狙っていきたい気持ちでした。刺し手が出てきます。刺し手が出てくる。本局は身の囲いにしたい気持ちでした。3二銀から5六歩を狙いたい気持ちでした。具体的に6二玉とうっかり上がってしまってしまいました。怒られた。あ、振り飛車と銀に一で展開です。あ、本局、あ、はい。本局は定石伝道師との対戦だったので、定石をしたくありませんでした。刺しては刺して刺して。刺して。刺してだよね。振り飛車との経験値がいける展開になりやすいです。うちのショットなんだよね、これ。本局は5六歩としたため、いきなり力戦でした。これ5、6見たことないでしょ。さすがに先生イメージどうなってんすか。5、6じゃないでしょ多分。本局は3二金と上がり、私が好きな左金が離れていく形でした。おっ、え、へえ、ああ、好きなんだ、本当に金が行くの。ああ、本当に好きなんだね。離れるの好きなんだね。うん、と言っておいてなんですかって、こう、と言っておいてなんですか、面白いね。と言っておいてなんですが、本局は。へえ、面白い。面白いね。うん、なんか結構、好みとか重視したりするんだろうね。雰囲気好きなんだね。ちなみに、これに続く次の文が、先に行ってしまうと、本局は作戦負けになります。大胆だよね、なんかこう、あの、オーラかだよね、こう、うん、ちっちゃいことは気にしない。ちっちゃいことは気にしない。ということで、太一先生、正解。ちょっと、そうか、また感触がまだ全部つかないな。なるほど。でも、3二金が好きってことは分かったね。さっきのちょっと続いてるね。離れてきてね。うん、なるほど、うん。で、加工感が好きっていう情報も入ってきたからね。そうだ、そうだ。確かに、確かに。じゃあ、続いて、第4問。だんだん分かってきたわ。お、2三歩にもし、先手が2球として引いたらその時点で勝ちを確信していいでしょう。そう、早くない？びっくりした今。早かったね。勝ち確信早くない？結構楽観派なイメージもあるからさ。じゃあ、あ、はい、あ、いいよ。2三歩にもしも先手が2球飛車と引いたら温泉気分でした。4六桂として振り飛車大優勢です。うん、そりゃそうだね。普通だね。そうね。はいはいはい。光の速さで読む。もう、超光の速さで読む。よし、来たみたいな。はい、ラッキー。西山さん、速いイメージあるもんね。あの、手が見える。うん、あの、から、この、指し手のスピードとかでも、この、うん、やってんだね。戦ってんだからね。やっぱ、結構スピードも大事ってことはね、うん、光の速さって書いてあるわけだからね。うん、ここで、ね、なんか、ちょっとじっくり考えてるようじゃ、まだまだということですね。勝負師、勝負師だね。うん。なるほど。面白い。大先生が3問生。3問生。あれ大丈夫です。ちょっと頑張ろう、そろそろ。最後も。第5問、はい、一度ご覧ください。そうです、かの有名な絵、かの有名な絵、はい、見るからに面接が良さそうです。あ、しかしそれでも身の囲いの方が美しいというのが私の意見です。いや、でもなんか意外と強い言葉を使わないんじゃないかな。もうなんか分かってきたな。見るからに連携が良さそうです。あ、見るからに連携が良さそう、あ、良さそうです。でも大したことない囲いだっていうのが私の意見です。あ、あ、でも穴熊の方が嫌というのが私の意見です。違う。見るからに連携が良さそうです。上から攻めるのが良いのかなというのが私の意見です。でも意外なほどに脆いというのが私の意見です。見るからに連携が良さそうです。しかし、しかしだよね、続くのはな、多分。しかし
弱点をつけばあっという間に崩れるというのが私の意見です。見るからの連携は良さそうです。急戦の中で一番手強い囲いというのが私の意見です。逆に違う。見るから連携は良さそうです。しかし振り飛車が十分に戦えるというのが私の意見です。違う。言葉って出てこないね。見るから連携は良さそうです。美しさは感じないというのが私の意見です。見るから連携は良さそうです。しかし待ってれば楽勝だというのが私の意見です。しかし進展性がないというのが私の意見です。あ、違う。ちょっと来たと思ったけどな。見るからに連結が良さそうです。しかし見るからに連携が良さそうです。しかし攻撃力がないというのが私の意見です。右銀が使いづらいというのが私の意見です。攻め筋がない。じゃあ、あるか。しかし見るからにも連携が良さそうです。しかし頭が弱いというのが私の意見です。確かにね、うん、玉頭がね。エルモの弱点どこだ。弱点なのかな。見るから連携が良さそうです。あ、見るから連携が良さそうです。素敵な囲いだなというのが私の意見です。急に変えたね。急に変えたね。方向性を変えてみた。方向性変えたね、うん、ちょっと好きなのかもしれない。むしろね、逆にやってみたら見るから連携が良さそうです。振り飛車で組め、でも振り飛車で組めると言っても真似したくないというのが私の意見です。見るから連携は良さそうです。可愛い囲いだなっていうのが私の意見です。なるほどね。かわいい。かわいいねって。名前の割に強敵というのが私の意見です。はぁ、何これ、むずいぞ。見るからに激ムズだね。連結が良さそうです。え、さっきちょっと待って、さっき惜しかったのは囲いがなんか弱い方面に言及してるって感じだったよ、うん、惜しかったのは。いや、見るからに連携は良さそうです。これは囲いだなっていうのが私の意見です。囲いか、囲いかなって。あ、これは囲いじゃねえんじゃねえのって。ああ、そう。そんな強い言葉じゃないか。じゃあヒント。ヒント。図面が大事です。あ、分かっ、見るからに連携は良さそうです。しかし3級の地点が弱点だなっていうのが私の意見です。連結が良さそうです。偏りすぎてるなというのが私の意見です。一回崩れるとそのまま倒れていきそうというの、倒れていくというのが私の意見です。そんなきついこと言ってないんだよ、多分丁寧言ってないのか。言葉優しいんだよ、多分。あ、エルモというより何に見えるか。エルモというより見るか、犬に見えるというのが私の意見です。犬違う。見えない。見えない。見るからが連携が良さそうです。あの、連結ね。連結か。ちょっともうスルーできなくなってきちゃった。最初から言ってよ、ずっと、いつか気づくかなと思うんだけど、もうちょっとスルーできなくなっちゃった。見るから連結が良さそうです。チャッチーかこいらな。そんなくなって、こんなこぶって。見た目でしょ、見た目だよ。見た目？玉が息苦しそうだなというのが私の意見です。違う。見ても図面でしょ？ヒントは？振り飛車の方が美しいというのが私の意見です、じゃないんだ。メルカに連結が良さそうです。美濃囲いのデッド版、デッド版？デッド版だなっていうのが私の意見です。劣化版？劣化版。わかんない、これ。ギブだね。答えはこちらです。三間飛車をやるときにはそれほど恐れる必要がないというのが私の。へえ。なんでなんだろう。本の中では3号から攻めてくるので1手早い。ああ。なるほどね。はい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 、はい、しかも5級に金がいるから。3級にして守れてない人。そう。三間飛車ってことに気がつかなきゃいけなかった、ね、そうなんだ ね、 ね、 そうだね。我々古飛車の方もちゃんと見てなかったんだよね。確かに。で、西山さんといえば三間飛車のイメージもあるもんね。そうだね、確かにそうだ。いや、まだまだ分かってないね。分かってないね、西山さんのことは。まだまだ第5問は正解者なし。うーん、では次第6問。じゃあ
面がちゃんと関係あるんだな、ね、第5図から何をするかですが、おおおお、なんか面白そうな問題。第5図から何をするかですが、はい、第5図から何をするかですが、6五歩が見えれば立派な振り飛車党です。見えればと思うようになればだよ。第5図から何をするかですが、振り飛車の銀冠の方が硬いなと思えるようになれば立派な振り飛車党。あ、違う、先手の銀冠の方が硬いなと思えるようになれば、はいはい、第5図から何をするかですが、2五歩と角道を通そうと思えるようになれば立派な振り飛車党です。いや、4号の位が愛しいと思えるようになれば立派な振り飛車党。ああ、まだ第5図は 何をするかですが、あ、第5図は何をするかですが、飛車をさばきたいなと思えるようになれば立派な振り飛車党です。ああ、飛車を使えてねえんだよな。何をするかですが、あ、はい、第5図から何をするかですが、飛車を戦いが始まった場所に振ろうと思えるようになれば立派な振り飛車党です。まあまあまあ、確かにそれ普通の話だよ ね、うん、6号歩で裁けそうと思えるようになれば立派な振り飛車党。これベストが何なんだろう。あ、いい手がね、一番いい手は2号歩だ気がするんだけど、違う、2号歩じゃないのかな。4号の位を生かそうと思えるようになれば立派な振り飛車と。もう一歩。4号の何をするかですが、4四に駒を打ちたいと思えるようになれば立派な振り飛車と。違う。ああ、厚みで勝負したいと思えるようになれば立派な振り飛車と。違う。4筋に飛車を振りたいなと思えるようになれば立派な振り飛車とです。なるほどね。うん、こう、うん、ね。違うんだ。惜しいとこ行ってんだよね。多分4号の位が4号の位としか大きそうだよね。でここでベストを考えた時に4号の位を生かして攻めたいと思うよね。違うか、4号の位を生かして角のラインで攻めようと思えるようになれば立派な振り飛車党です。惜しい。惜しいんだよな、多分4号の位がな、4号の位の話です。うん、あ、4号の位を見て美しいなと思えるようになれば立派な振り飛車党です。言ったか、うん、なんか似たようなこと言った気がする。4号の位を見て優勢だなと思えるようになれば立派な振り飛車党。4号の位を見てニヤニヤできるようになれば立派な振り飛車党です。4号の位を見て立派な振り飛車党ってなんだ。4号の位を取る取った後にどうすると振り飛車党ニヤニヤしてお酒が飲めるようになれば立派な振り飛車党です。そんなおじさん、そんなおじさんみたいなこと。何をするかですが、4六に角を設置したいと思えるようになれば立派な振り飛車党。きたー、きたー、完璧だね。あ、びっくりした。そうなんだ。確かに気持ちいいなと思った角いたら、俺全然立派な振り飛車党じゃないわこれ。俺4六に打ちたいと思わなかったもん。4六角から2五歩とかさ、4六角から6五歩で7三と取っていくとか。ああ、気持ちいい。いや、俺気持ちいい。今ひらめいた、ね、立派な振り飛車党じゃなかった。いや、確かに振り飛車党の人結構気持ちいいと思えたらへ、うん、そのための4号の位だもんね。そうなんだね。ちょ、勉強だろうな。気持ちいい。すげえな。あ、今の気持ちよかった。うん、西山さんの気持ちが分かった。うん、ということで、大地先生正解で4対1。うん、力が違う。読解力だね。読解力ね。続いて、第7問。ちょっと勝ちたいな。ただ石田流に対しては、あー、はい、お、ただ石田流に対しては右四間エルモ囲いが優秀で、その影響でプロの間では採用率が少し減ったように見受けられます。イエーイ、一発大正解。著者。あ、え、あれ、西山先生ありがとうございます、本当に。先生、はあ、これ知らなかったの？これ知らなかった俺。俺言ってないの？俺言おう。
すいません先生、ありがとうございます本当に。ちょっとほら感動だね俺も。あもういいいい人だね。もうさらに大好きだ。もう今でも大好きだけど、もっともっと大好きになりました。ありがとうございます本当に。こんなこと書いてくれてんの。本当素晴らしい。やばくない。やばいね。いやこれもう全力応援ですよ。完全大好きになっちゃう。完全大好きですよ。いや本当ありがとうございます。いやまさか。こんなこと書いてくれてんの。これだってさ、ね、右式エルモ学校が優秀でだけでいいじゃん別に。そうでも鈴木はじめさんって書いてくれてんのね。なんか弱みでも握ってる。いやいやいやでもね、すごいね。いや俺もなんかあれだったんですよ、西尾ファンだったんですよ、弟。本当に聞いたことないけど、いや本当にもう、いやこれ嬉しいな、すごいね、これ嬉しい、これはすごい、これは嬉しかった、過去一嬉しい。しかもプロコその影響でだって、はじめさんが見知られを減らせたっていう、そういうことだね。いやーちょっと胸を張れますねこれはね。一つね、大きな功績です将棋界の。嬉しい、調子乗っちゃった。嬉しいなすごい、これはすごい、これはすごいね、これはすごい、俺もびっくりしちゃった今。まさか知らないとか。知らないの、ね、まさか全く知らなかったです本当に。いやなんか人伝いとかでも聞いてこれ書いて、俺これ聞いとけばちょっと今度何かちょっとお渡ししないと。いや本当にありがとうございます。すごい、これはすごい。はじめさん正解で4対2。おお、続いて第8問。本当の試験っぽいやつだ。一般的には三間飛車なら、あおクソトミニシオっぽいやつじゃない。はい、これは2つセットで正解になります。はい、一般的には三間飛車なら美濃囲いで、向かい飛車なら金無双が良いと考えられています。よっしゃ、はい、テンション上がってきたぜ。すごもう分かってきました。お姉さんもう見えてきた。マジか、はい、すごやられました。いやさすがにね。嬉しすぎるこれは。ウキウキですよ。すごい、なるほど、三間飛車の美濃がこれ。そうでも西山将棋を見る参考になるねこれ。素晴らしいですね本当に。やられた、え、やっぱ追い上げられてる。で4対3です。やばい、4対3、残り2問です。はい、続いて第9問。はい、一人一回までこれ。はい、後手を持ちたいと思います。いやだって三間飛車好きだもんね。三間飛車好きなんですよ。しかも将棋三間飛車好きなんだよね。やばい、もうノリに乗ってる。やばい、羽生さんが追いつかれた。これあの問題はもしかしたからもう見えますもん答えがもう。確かにもう三間飛車でどんどん攻めていってるイメージあるわ。本当は4対4で次が最終問題。よし、追いついちゃったよ。第10問。お、はい、はい、どうぞ。室谷さんとは地元が近く、子供の頃から指してきたライバルです。違う、子供の頃から指してきた幼なじみです。で、昔から元気で優しい子でした。はい、室谷さん地元が近く、子供の頃から指してきた先輩です。子供の頃から指してきた幼なじみです。教室では先生に一緒によく怒られました。怒られるイメージがあるんだね。いや違う、怒られエピソード知ってんねん。いや怒られエピソード知ってんねん。あ、そうなの。え、ゆみさんと子供、地元が近く、子供の頃指してきた、あ、指してきた友達です。タイトル戦で戦えたのはとても嬉しいことでした。いや、村さん地元が近く、子供の頃から指してきた仲間です。子供の頃から指してきたので、お互いの手の内は全て知っているつもりです。村さん地元が近く、子供の頃から指してきた、刺してきた
ライバル、友達、仲間なんかしてきた、うん、でもちょっと年上だよね、違うのか、あ、そうか、あ、そうか、そうなのか、別に年上じゃないのか、年同じじゃないと思うんだよね、俺の感覚で言うと。もう間違ってたら大変失礼なんですけど村屋さんの方がちょっと上なんじゃないかな、イメージは。確かに村屋さんが友かって言ってるイメージはあるね、うん、村屋さんとは地元が近く、子供の頃から指してきた中友ですとか、ライバルじゃない、仲間じゃない、仲間じゃないって言ったらライバルじゃないの、ライバルじゃない、指してきた幼なじみじゃない、飲み友達ですとかない、ね、近く飲み友達ですとかだったら面白かった。村屋さんと地元は近く、子供の頃から指してきた特別な、子供の頃から指してきた特別な人です。変わるか、可愛い先輩ですとか、お褒める系違うかな、素敵な先輩ですとか、あ、素敵な先輩、あれそう、素敵な先輩、憧れの存在です、美人な先輩です、鍛えてくれた存在です、私を可愛がってくれた先輩です。ああ、もう実はありそうだね。では、はい、一部開けます。うわ、なんだろう、あ、刺してきたはずなんですが、ああ、意外とね、棋風のことは未だに全然わかりません。刺す戦法のことは全然わかりません。子供の頃から刺してきたはずなんですけど、私は全然記憶がないんです。全然記憶ないんです。そんなことあんの、え、忘れっぽい人嘘でしょどんな職業刺してきたかあんまり覚えていません。そうなの、いや、醤油覚えないやってるタイプなんだ。感覚派でもある、感覚派なんだね。確かにね、あ、面白いね。でもちょっとぽい感じはあるね。でも刺してきたはずなんですが、でもガとかあったもんね、さっきもね。あ、こうここなんだけど、でもみたいなのが好きなんだ。いやー、負けた。ということで、はじめさん4ポイント、はじめ5ポイント大接戦大激戦だった。いや、でも最後は浮かばなかった、全く。そうか、面白いね、らしさがあるらしい、うん、面白い本だね、この本面白いね。確かに読んでるだけで面白いかもしれない。皆さん買うべきですね、はい、実践で学ぶ振り飛車の勝ち方ということで、はい、これはね、ぜひ皆さん、うん、一応読まないといけないですね、我々もね、はい、特に初めさん、特に私もね、はい、いや斬新な読解力の問題で、ちょっと西山将棋というか、西山さんの人となりについてもね、ちょっと感じられる動画だったのではないかなというふうに思います。西山さん、どうもありがとうございました。西山さん、ありがとうございました。